今週もですね、手長エビ釣りってことで100円赤磯目を買いました。それと仕掛けですね、100円で遊んでみようっていうのをやってみたいと思います。ここです、ここで買いました。100円だけ売ってもらいます。ボートの部活の人たちってね、ボート部ですね。ここ今日はですね、ここで手長エビ釣りをやってみたいと思います。100円なんで安上がりというか100円で楽しめるんで、手長エビ釣り、来れるときは続けて来ようと、先週に続き今週も来ました。ここでまずやってみます。釣れそうじゃないですか。静かに今日やってみたいと思います。これです、100円分の赤磯目、これで遊びます。前にですね、小魚がいっぱいで、ちょっと不思議な光景ですよね。さっきですね、一匹もうちょっと大きい魚もこの下通ってったんですけど、まあ、濁ってて分かんないですね、そういうのも。それがここのいいとこっていうか、そういうとこなんだなって思いますね、新川の。魚いっぱいだな。手長エビも釣れて。うわ、魚いっぱい。何なんだろうこれ。アメンボが通ってきました。長エビかと思ったらアメンボだった。いい場所のように思えたんですけど、1時間ぐらいやって全然取れないですね。こういう小魚がいるんで、魚集まってくるのかな、魚とか生き物が集まってくるのかなと思ったんですけど、そういう風でもないですね。ちょっと場所を変えます。と、場所をまた移ってきました。他にもですね、私の他にもですね、手長エビ狙いの人たちがいて、ちょっと話もした気もしましたけれども、取れないということでした。ここでですね、もうちょっとやってみます。やってみるぜ、もうちょい。
釣りをやってるっていうのはですね、なんかの遊びみたい、遊びをやってるみたい。よし、何かの遊びをやってるみたい。ここもですね、濁ってて分かんないんですけど、小魚がいっぱいいますね、この下に。今パーって散ってことが分かりました。何なんだろうな、あれ。時折ですね、ちょっとしたサイズの魚も現れますね。この辺なんか溜まり場になってみたい。ここを通っていくみたい。全然釣れないんだけど。釣れないし、手長い分いないんだけど。これいますよね、この、わかるかな。ここにですね、なんか魚いるみたい。ちょっとしたサイズの。と言っても釣れないわ。魚さん、結構大きいのいますね。シーバス。あ、いる。全然釣れないんだけど。あ、いる。なんかいる。魚の餌を持ってくる。いるなぁ。大きい魚は多分この小魚を食べるのかな。どういうことかな。いるんだけどな。いるんだけど全然わかんない。この魚を食べてんじゃないかな。魚は。違うかな。終了しました。今回もですね、手長エビの結果は出ませんでしたけれども、この新川沿いの新川、タナルコのいろんな表情というか、今まで見たことがなかったような表情が見られてよかったかなと思います。向こう側の方を行くと、やっぱり違いますね。なんかいっぱい生き物がいてみたいな感じがありました。それは見られてよかったかなと思います。こっち、この辺も来てですね、まあ、小魚がいっぱいいたりとか、それに、多分ですね、その小魚狙いで大きい魚が来てるんで、ということじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと大きいサイズの魚も いましたよね。それが釣れるものなのかって思ったんですけれども、多分ちっちゃい魚とか食べてるんじゃないでしょうかね。それを捕まえようとして来てるんで、お腹はいっぱいみたいなことになってるのかもしれないです。
ちょっとよく分かりませんけれども、魚が喋ってこないんで、ということで、今回の動画、これで終わります。100円でですね、100円でっていうか、またここに来て、結構時間潰せて、経験が詰めてみたいな感じで、良かったと思います。この動画ちょっとでもいいなって思われました方は、高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。浜名湖小原の小原でした。バイバイ。新川沿いからバイバイ。